はい、今年最後の日曜日、12月29日、夜8時半を回りました。日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、科学者に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリマン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。今日朝30分ほどおしゃべりしましたね。そして京都に行ってまいりました。そしてあの河川のね、写真をまた撮ってきたんですね。木津川、宇治川、桂川、そして鴨川ね。この話をね、私がね、会う人にね、話したら、建築屋の社長と昨日お会いしたんですがね、あの葛葉のゴルフ場に行ったことがあると。ね、18ホールあったと。ね、当然、ね、ミニコースですから、ね、それでも18ホールあったよ。ね、あのゴルフ場のね、どのように経営されているのか、この河川敷でねゴルフができるようになってね、もう50年、いやいやもっと前からかな、最初は50年ほど前は国道1号線の堤防の下からね、河川敷、川の方へ向かってね、要するにあの打ちっぱなしの練習場といってたところなんですね。その走りがつまり私たち人間の危機感の欠落ですね。危機感が欠落していたために、ね、このような大災害が発生することさえね、希望になっていた、ね。今の世の中見てくださいね。そんなアホなことが起こるはずがないっていうことが、次から次へと起こっていますね。例えば凶悪犯罪にしてもね、平気でね、人を殺して、そして道連れにするあの秋葉原のね、歩行者天国にね、トラックで突っ込んでいってね、多くの死傷者を出したね。まさかそんなことをするはずがないと誰もが思うんですね。しかしその誰もがするはずがないといった事件が起こっている、ね、その後またあの松田工場、車の松田工場、広島のね、元社員がね、出勤途中の同僚をね、車でね、やって、その自分たちの同僚を車でに引き殺して走り回ったというこの事件がありましたね。このようにしてね、現代用語に言うとね、想定以外、これは国会でよく使われる言葉ですよね。しかし私がいつもね、ぼやいているように、これは人災なんですね。天災地災は忘れた頃にやってくる、ね、しかし幼少の頃から人災があるっていうことを教えられた記憶はありませんね。皆さんどうですか？天災地災は忘れた頃にやってくるっていうね、このようなことは学校でもね、ある先生からはね、言葉で教えられたことがありますね。しかしことにより人災、今の世の中でね、人災ほど多いね、災害はないんですね。連日起こっていますね。その人災でもたらされるね、昨日の夜なんかね、まさかね、その いろんな出来事がありますけども、
大きな高速道路よくね逆走の車がある、広い通りで逆走する車がね高速道路で、しかもね我々のような70歳過ぎたね老人がね高速道路逆走して走るね、これ誰が考えますか。まさかそんなはずがないと、そんな逆走してくる車があるはずがない。しかしあるんですね。そして昨日は大阪の阪神高速道路ね、いつも大阪の人ならね熟知されてると思うんですがね、環状線ですね、阪神高速の環状線ね、それを伊丹空港の方へ分かれるところと環状線ね、右の方行ったら環状線くるくる北浜のね方へくるくる回るんですね。ところが左の方へ行くとすぐに左カーブになっています。左カーブになっていて右へ曲がるところにねカーブが、左カーブになって右カーブになってまた少し行ったら左カーブになるんですね。その手前に梅田の折り口がねあるんですね。この通りのところで伊丹の方から反対側の車線を走ってきた車があると。ね、ということはその梅田のところから入ってきたのか。ね、今日の新聞朝の朝刊ですから分かりませんがね、2人ぐらい死亡されていますね、正面衝突したと。ね、皆さんね、そのカーブでもだいたいね70キロから80キロぐらいでスピードを常にね走っておられるわけなんですね。そういうところにね軽四の乗用車が逆から走ってきたと。ね、誰がそのようなカーブのところでね逆の方向からね対向車が来ると思いますか。一方通行ですね、その車線は。こういうね思いもよらないところがね人災で起こっている、ね、そして今ねニュースでもありますね、東名高速名神高速の下り線ね、どこどこで何十キロね、そういうね交通停滞の情報がありますね。まだ帰りはね、ふるさとへ帰る人たちはね、昨日一昨日からでもあって、昨日ですか一昨日ね27日で仕事が終わりね、そして昨日土曜日ですがね九州やね要するに南の国の人たちね帰られるにしたら日にちが1日遅れ1日遅れでねバラバラ、ある程度はバラバラになりますが、今度はね帰ってこられる時は一斉に帰ってこられますね。年が明けて5日が日曜日ですから、おそらく3日4日ね、そして5日この時のね車の停滞というのはねすごいもんがあるんじゃないかなと思いますね。日曜日がだいたい年が明けてね6日か7日でしたらね、3日ぐらいから帰ろうとしてね、ある程度は停滞も緩和されると思うんですが、毎年ですね、ね、行きはよいよい帰りは怖い、あの歌ですね。要するにそのぐらいね楽しんで、そして帰られるその混雑についてね毎年ね、ああ楽しかったな、しかしそれが毎年ですから、もう人というのはね慣れてきますね。その慣れてくるとね、慣れてきた頃に車の運転でもそうですね、最初は慎重になっていますね。そしてね、だん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 スピードも出せるようになってね、免許取って1年から3年の間が一番交通事故を起こす確率が高いと言われておりますね。ですから私もね、私の
若い頃からね、18歳からね、約20年間、ね、トラックで日本全国を走り回っていましたから、本当に車が好きでね、今でも毎日、ね、乗って走り回っていますね。そして今日もこの車で、京都を行ってきたんですが、その時にね、知り合いの先生からね、大変ね、面白い、私にしてはね、初めて目にするね、コレクション、いろいろありますね。あのお金の古銭ね、昔のお金のコレクションされる方、そして切手のコレクションね、私も初めてね、今日ね、寄せてもらって、ね、私が預かってきたんですね。切手のコレクション。それもね、全部中国の切手なんですね。さあ、この切手のね、見たこともない、初めてね、私も目にするんですけどね、何冊ですかね、ここにね、すごいね、切手があるらしいんですね。何が中国の切手でね、すごいかというと、ね、通称赤猿と言われるね、切手らしいんですね。その先生が、堂村さん、一枚だけだけどね、赤猿はありますよ、と言われたんですね。で、私も知り合いにね、赤猿っていう切手があるよ、あるって言うてあるよ、とね、私の知り合いの先生が、ね、それ本当ですかって言うてね、声のトーンが変わったんですね。うん、あるって言ってあるから、と。ね、一回これをね、堂村さん、ね、なんとかね、堂村さんに預けるから、ね、処分するなり、なんなりしてもいいよ、と。ね、もしダメだったら、またコレクションと置いていたらいいからな、と、こういうね、雑談の中で預かってきたんですね。このようなね、古いね、コレクションの中のね、その中にね、言われる、これですね、中国のね、様式からこれね、どうも韓国、中国のね、表紙みたいなね、冊子みたいになってますね。この中をめくったらね、本当にね、私も初めて目にしたんですけども、これなんですね。こういうね、これですね、きちっとこうなっていて、このコレクションのね、表紙が どのようなものかなと思ってね、見たところね、お金のあれも一緒らしいんですけどね、このコレクションね、本当にね、ぴっちりとこうね、この中国のね、切手なんですね。これ、コレクションでね、集められていてね、これ、先生、いつぐらいから集められたんですかって言ったら、私と同じ年なんでね、その先生は。大学、高校生ぐらいからな、その先生は京大 の卒業のね、先生なんですね。その先生が、堂村さん、僕集め出したのは、高校生ぐらいから集め出したと思うんだがな、言われてね、これ、ぴっちりとね、これ、すべてね、コレクションで集めたと言われる中においてね、私の知り合いがね、切手のコレクションを預かってくるんだけれどって言ったら、その中に中国やったら赤猿ってありますかってこう言われたんで、お先生聞いたらあるって言ってはるよ。ぜひともね、一度見たいんですよと言われてね、いいよって預かったからって電話でね、夕方。ね、やったら見てくださいこれ。ね、すべてね、こういうね、形なんですね、こういう。ね、そして、その赤猿、ね、みんながね、いや、探しているんですよと言われるね、赤猿の、あれがあったんですね。このコレクション、ね、これがそうらしいんですね。これ、ね、
周りがね、そうですね、これ赤ざる、これが赤ざるらしいんですね。顔がね、どうもね、こうね、横から見たり斜めから見たりにしたらね、よく光沢が変わるんですね。この電気の加減でね、このお猿さんのね、顔がね、光ったりね、暗くなったりするんですね。これこれね、これらしいんですね。私にはこの値打ちなんか全然わかりませんけどもね、これをね、コレクションといって、このね、下にいろんなそのままのね、こういう切手がありますよっていうね、ここにその切手を探して はめ込むらしいんですね。この切手収集家と言われる人たちがね、探しておられる、これがね、そうですが、この中にね、こんなものもあるんですね。こういうね、本当に分厚いでしょ。この中にね、パンダのね、これですね、パンダの切手、これですね、これパンダの切手らしいんですね。このようにしてね、収集で、そしてね、この中を見るとね、要するに書いてあるんですね。このあれはここに貼りなさいと、この切手はどこに貼りなさいというのね、ここにね、書いてあるんですね。要するに集めてなかったところにはこう空欄になってるんですけども、その切手がね、あった時にはここの場所にね、コレクションとして貼っていきなさいっていう分ですね。このようなね、まずこれですね、二つ目、三つ目ですね。そしてね、ものすごくたくさんあるんですね。これ皆そうなんですね。この広げてみたらね、そうそうたる切手がね、この中にね、こういう形でね、コレクションとしてね、あるんですね。これね、こういうね、全部そのページページによってね、いろんな切手がね、これ使用されたね、使用されたね、分の切手とかね、こういうのがあるんですね。そしてこれもそうなんですね。同じような切手はほとんどありませんね。収集でされていてね、こういうね、使用済みの切手でもね、こういう形でね、収集されてますね。そしてこの中にいっぱいあるんですね。びっくりしますね。どれを見てもね、このようなね、切手ページにね、このようなね、これそうですね、こういう形のね、切手、まだ使用されていないね、切手までいっぱいあるんですね。こういうね、形のね、こういうね、形の分で使用されていない切手ね、いっぱいありますね。そしてね、表紙になっているこういうね、この中にね、あるのがね、本当にね、すごくたくさんね、の切手がね、これあるんですね。使用された分でもコレクションではなかなかね、手に入らない切手らしいんですね。こうしてね、いっぱいに、このね、冊子いっぱいにいろんなね、切手ね、ありますね。これ本当にたくさんあるもんですね。びっくりしますね。こういうね、ところがね、異様なほどね、たくさんあるんですね。中国の切手という一口に言いますけどもね、こういうね、形のね、切手ね、まだまだあるんですね。このセットにしてね、すごいんですよ。これね、この先ほどね、出して
1、2、4、5、6、7、8冊、9、10、11、12冊、これで12冊ですね。この12冊の中にもね、どれをとってもね、こういう状況なんですね。これどのページを開いてもね、素晴らしいね、初めて見にしてもね、使用したものとかね、コレクションではね、偽物もね、偽物も模造っていう書いたものがありますよとね、切ってね、当然コレクションですから、本物が手に入らない時にはその模造っていうのねを集めるんだと今日ね先生がおっしゃっていたんですけどね、こういうね、こういうちっちゃなね、この冊子にさえもね、これほとんどがね、この切ってね、収集化されているね、もので出されているわけなんですね。こういう本当にね、古いね、いろんなね、金額ね、書いてるみたいですよ、これ。1976年、新日本カタログ。あ、これは日本の、あ、違いますね。やっぱりこれ、ね、中国の、ね、切ってみたいですね。こういうね、ほとんどの、ね、中に、ね、本当にこの蝶々のね、切手とか、ね、そして、この中にね、入っている本当にね、このようなね、綺麗なね、切手ね、あって、そして、ね、こういうね、本当に珍しいね、切ってね、こういうのがね、いっぱいにね、収集されているんですね。まあこれね、いくらで、先生、いくらぐらいかかってんですか？ね、おそらくね、収集するのに、ね、高いね、あれもあったでしょうと。ね、切手もあったでしょう。もうあったよと。ね、それを全部ね、これ収集してね、こういうふうにしてまとめてやったんだよと、ね、豆に集めたからね、おっしゃっていたんですね。もうどこのページをね、開いてもこういう状況なんですね。未使用の切手、ね、そしてね、こういう形の切手なんですね、これね。要するに、これでね、本に対際してそれ以外にね、すごいんですよ、ね、このファイルに入っているね、こうですね、この切手ね、この全てにおいてね、これファイルの中においてね、こういうね、切手ですね。そしてびっくりするのはね、まだ整理できてないんだよと言われてね、こういうの中にね、いっぱいね、の切手が入っているわけなんですね。これはね、もうバラバラでね、こういう形なんですね。見たらこの中にね、見えますね。裏も表もね、ほとんどこのね、切手でね、こういうね、ちっちゃいこの中にもね、こういう形なんですね。ものすごくあるんですね、この共通にしてね、まだまだあるんですね。このこういうね、ファイルになって整理できていないね、切手なんですね。これをね、明日私のね、知り合いがぜひともね、一回見てみたいね、こういうね、どのようにしてね、手に入れられたとかなというような切手なんですね、これね、そしてこういうね、切手なんですね、これすごいでしょね。私もね、帰ってきてこれ今初めてね、広げる、これはディズニーですかね、これ見てください、
このディズニーの切手ね、全部ね、このようにね、世界の記念切手というね、形の中においてね、この記念切手のディヌジー、あ、なんというかね、ミッキーマウスですかね、このミッキーマウスのね、2、4、5、10、20、30、40、50、60、70、80枚、パッと見るだけでこれ80枚ですね。このミッキーマウスのね、切手だけでもそうですね。まあね、これだけね、よくね、収集されたもんだなって思うんですね。こういう中においてもね、こういう中においても、まだこの中にもね、このようにしてね、見てください。マリリン・モンローのね、そのままの原型の切手なんですね。切れられていないね、このような切手がね、あることさえもね、私らは知りませんでしたね。こういう切手ですね、シートですね、一つのね、こういうのがね、本当にね、こうですね。そしてこのようなね、このようにしてね、入っているわけなんですね。これね、まだこれ、堂村さん、これね、全然整理していないんだよと言ってね、出されていたんですね。そしてね、バラの、バラですよ、バラの切手、これなんですね。これ見てくださいね、バラの切手がね、これほどあるんですね。整理してないんだよと言われる切手ですよ、これね。これすべてね、外国の切手、使用した分と使用してない分があるんだよと言われたんですけどもね、まあね、この収集家が見たらね、このような切手ね、どのように評価するんかなね、私にはさっぱりわかりませんね。しかしこれがね、私が預かってきたよって言ったところがね、もう1時間でも早く見たいね、思いますと言ってね、知り合いが言ってきたんですね。しかし私ね、帰ってきたのがね、そうですね、7時半ぐらいでしたから、ところが一つね、問題が勃発したんですよ。ね、帰ってくる途中ね、家の本当のね、200メーターぐらい、私のね、事務所へ帰っていこうと思って、200メーターぐらいの前の信号で止まっていた時にね、この赤い車、ね、エンジンが、ブルブル、ブルブルというね、おかしなね、サイクルになったんですね。あ、これエンジントラブルだ、思ってたら、案の定ね、エンジントラブルのランプがね、点滅しだしたんですね。そして、家までもうすぐ100メーター、150メーターですから、持つだろうと思ってね、慌てて、ね、帰り着いて、ガレージに止めてね、見たところ、どうもね、エンジントラブル間違いないようなんですね。しかしお正月ね、休みですね、車屋さんね、車屋がね、休みで、おそらく明日ね、もう車屋さんも大掃除でね、ダメだろうとね、諦めているんですが、まあ知り合いのね、車屋さんにね、ちょっとね、まだエンジンかかりますから、近くの車屋さんですね、持って行ってね、見てもらおうかなね。おそらくエンジントラブルですから、年明けね、10日ぐらいまではこの車ね、使えないんじゃないかな。